はい、どうも、哲学棟です。今回はですね、ディアブロ4のね、ファーストキャラクターの育成の方もね、順調に進んで、2キャラ目をね、そろそろ育てていこうかなと考えている方も増えてきてるかなと思いますので、パーティープレイをね、利用した、パワーレベリングの方法について、ちょっと詳しくね、解説していこうかなと思います。ソロで育成した方が、レベル1からね、いろんなスキルを覚えていったりとか、ビルドのね、試行錯誤を、したりとか、そういうこともね、楽しめますし、それがね、ディアブロ4により詳しくなるためにはすごく大事な要素なので、あまりね、推奨はしませんが、ただね、やっぱり時間がなくて、ただいろんなキャラクターは、触ってみたいという方も、いらっしゃるみたいなんで、あくまで、参考までにね、手順をご紹介しますので、パワーレベリングなんてやりたくないよっていう方はね、ここで、動画を閉じていただけたらなと思います。じゃあ、解説していこうかなと思います。まず用意するものとしてはですね、レベル1のキャラクターを作ってもらうってことがまず必要になるんですけども、その後ね、持っていった方がいいものとしては、エリクサーですね。30分間、経験値がね、5% 上昇する、獲得経験値が 5% 上昇するっていう効果がつくものがあって、で、エリクサー屋でですね、必要レベル5で使えるエリクサーが、作成できますので、必ずなんだろうね、一番下のレベルのものですね、を作ってもらうのがいいかなと思います。それを何個か作っておくと、獲得経験値もね、増えますので、必ずね、レベル上げを始める前に、飲んでおくってことをやってもらいたいなと思います。でですね、パーティーが組めた状態になったら、まずですね、ワールドティアの方を、ベテランの方にね、切り替えてもらいたいなと思います。ワールドティアの切り替えのためにはね、この、ギオバシャドのこのエリアに、パーティーメンバーが全員揃ってる必要がありますので、まずはね、このワールドティアの彫像のところで、ベテランに難易度を、切り替えてもらいたいなと思います。はい、そしたらですね、実際パワーレベリングをした時の、様子を、撮影してありますので、見ていきたいなと思います。まずですね、やらなきゃいけないこととしては、難易度トーメントのね、解放を行わなければいけないので、難易度ナイトメアと、あと難易度トーメントのね、キャップストーンダンジョンをクリアするっていうところを、やってもらう必要があるかなと思います。ベテランに切り替えてやると、ギオバシャドのね、こちらの、教会の方から光の大聖堂を入れますので、まずはここを、レベルを引っ張ってもらうね、プレイヤーに、クリアしてもらう。ところからスタートという感じですね。で、レベルを上げてもらうプレイヤーの方は、全く火力に貢献できないので、基本的には入り口のところに、立って、相手プレイヤーが、クリアしてもらうのを、待ってるという感じですね。なので私もここの入り口のところですね。で、待って、ここ入り口が一番安全なんでね、ここで待ってるのがいいかなと。でですね。基本的にはもう、ここに、ぼったちにしてる。たまにね、敵とかが飛んできちゃう時もあるので、そういう時は、少し離れたところで待ってるっていうのがいいかなと思います。ちなみにですね、パーティーを組んだ状態で、一回死んでしまって、で、その後ですね、蘇生をしてもらうと、自分が動き出すまでは無敵時間っていうのがありますので、なのでね、無敵の時間、無敵状態のまま、立ってるだけでも、経験値は入っていきますので、死んじゃった場合は一回蘇生してもらって、そこから、全く一歩も身動きしない状態で待ってれば、ずっと無敵状態になりますので、死んだ場合はそういう風に、やってもらうのがいいかなと思います。でね、もう待ってるだけでガンガンレベルが、上がっていくようになりますので、まずはキャップストーンダンジョンを、クリアしてもらうっていうところが大事になってきますね。で、こう進めていただくと、そうですね。今、キャップストーンダンジョンの方をクリアしているという状態になって、で、次ですね、トーメントのキャップストーンダンジョンですね。そちらの方を、クリアしてもらっているという感じですね。堕落の神殿ですね。ここも、自分はまだ火力に。貢献できないので、安全なところで待っているという感じですね。
で途中でね、レジェンダリーアイテムとかもね拾えますので、そういったものは全部、拾っとくのがいいかなと思います。あの道中のレジェンダリーなんかに関しては保管庫にね10個まで、貯めておくことが、できますので、自分で拾わなくても保管庫に、10個届いているという形になりますので、それを回収してもらうって感じですね。まあある程度、まあセカンドキャラを作る前にビルドのね構成とかも考えておくと、まあどのレジェンダリーを拾ってどのレジェンダリーを砕くかっていうこともね決めとけると思いますんで、やってみてほしいなと思います。でですね、トーメントの、キャップストーンダンジョンもクリアしてもらうと、あ、そうですね、こんな感じで、保管庫のね、中に、道中に、味方が倒した敵からね落ちた、レジェンダリーのアイテムとかも、溜まるようになってる。でこれ10個までしかね、貯めとくことできませんので、10個になる前にここから回収するっていうところだけは覚えておいてほしいなと思いますね。で今トーメントのキャップストーンダンジョンが、クリアできた状態になってるんですけど、あのここでね一つやってもらいたいことがあって、基本的にはですねキャップストーンダンジョンの、クリアまではね、自分自身、のこのレベルを上げてもらってるキャラクターが、リーダーになってないとできない状態なんですけど、この後ですねナイトメアダンジョンのまあ、ティア40ぐらいを回すのがいいかなと思うんですけど、ティア40ぐらいをね回してレベル上げをするんですけども、その時にですねあのレベル40以下のキャラクターが、まあ、ホストリーダーになってる状態でクリアしてしまうと、グリフの強化の方ができなくなってしまいますので、必ずねキャップストーンダンジョンを、トーメントまで解放 し終えたら、リーダーの方を、レベルを上げてくれてるキャラクターですね、高レベルのキャラクターの方に、移すっていうことをやってもらいたいなと思います。そうやってこないとなんていうか引っ張る側がね、グリフのレベルを上げたいとかっていうのができなくなっちゃいますので、必ず、キャップストーンダンジョンが終わったら、引っ張ってもらってるキャラクターの方に、リーダーを移してもらうってことをやってもらいたいなと思います。はい。これでトーメント解放できたんで、トーメントに切り替えて、で、基本的にはですね、レベル上げの最中のキャラクターでは、グリフを拾ったりとかね、そういうこともできませんので、レベル50になるまでは、まあ、そこについてはぐっと我慢するという感じですね。で、そうですね。まあなんかずっと自分がホストでやっちゃってるけど、基本的にはそうですね、レベルを上げてもらってるキャラクター、あ、今変えましたね、ホストではなくて引っ張ってもらってるキャラクターに、リーダーを託すという感じですね。で大体このまあ私がレベル上げをした時は、まだね、ナイトメアダンジョンの方がね強化されてなかったんで、だいたい2時間ぐらいで、レベル50まで上がったっていう感じだったんですけど、そうですね、ここはもう46とかかな。なのでまあ今だったら、ナイトメアダンジョンの方の取得経験値の方がねかなり、情報修正されてますので、まあだいたい1時間もあれば、レベル1からレベル50までのレベリングが完了すると思いますので、まあ、時間がない方はね、まあ、この方法でレベリングしてしまうのがいいかなと思います。あとパーティーメンバーの数もね、まあ、多ければ多いほど、レベル上げ楽になりますので、まあ、その点も、踏まえてやってみてほしいなと思います。はい、この方法を使うとですね、まあ普通だと、1キャラクター育てるのはね5時間とか6時間とかかかっているところが、まあ 1時間ぐらいでねレベル1からレベル50までレベル上げをすることができますので、まあ時間のない方はね、パーティーを組んでの、レベリングっていうのも、してみてほしいなと思います。まあちなみにですね、装備品なんですけども、レベル40に達するまでは、申請アイテムですね、こちらの方が、45かな、45以上じゃないと申請アイテムが装備できないっていう制限と、あとですね、ソレイのアイテムに関してはレベル60までね、装備ができませんので、まあレベル50ぐらいまで上げて、その後は自力でね、
レベリングをしていって、まあ、それアイテムとか、そういうものを、身につけられるレベルまで上げるっていうのがいいかなと思いますね。まあ、レベリングはね、交代でやることで、まあ、なんていうのかな、効果的になってくるかなと思いますので、まあ、なんていうか、自分だけ上げてもらうんじゃなくて、必ず相手の方もね、上げてあげるっていう形でやれば、まあ、一人1時間と考えて、まあ、2時間でね、お互いに上げ終わることができますので、まあ、3分の1ぐらいにね、時間効率はいいんですけども、やっぱあくまでもね、スキル構成とか、あとね、レジェンダリー効果とかは、必ずしもビルドが組み上がってるとは限らないので、まあ、その場合はね、難易度ナイトメアあたりで自分自身で、まあ、いろんなね、装備品を、組み上げながらビルドを組んで、レベル上げしていく。まあ、60ぐらいまでになればね、一通り形は整ってくると思いますので、やっていくという形ですね。まあ、基本的にうちのチャンネルはね、まあ、ソロでのプレイをメインに解説するチャンネルなんで、あんまりこういったネタ扱ってこなかったんですけども、まあ、ディスコードサーバーの方も始めてね、まあ、パーティーでのレベリングの方法とかを教えてほしいっていう要望もね、増えてきましたので、ちょっとね、参考までに動画にしてみました。まあ、基本的にはですね、キャップストーンダンジョンを2つクリアしてもらって、トーメントまで、ランクを上げると。で、その状態で、レベルを上げてくれてるキャラクターに、リーダーを渡してしまって、ナイトメアダンジョンを周回してもらうというのが、まあ、一番ね、効率のいいレベル上げになってくるかなと思いますので、まあ、時間のない方はぜひ、ね、試していただけたらなと思います。まあ、このチャンネルではね、ディアブロ4の、攻略解説動画や配信の方をやってますので、ぜひこの機会にチャンネル登録の方もお願いします。あとですね、ディアブロ4の、クランに入りたい方とか、パーティー組まれたいという方いらっしゃったら、ディスコードサーバーの方もね、運用してますので、ぜひお気軽に参加していただければなと思います。概要欄の方にリンク貼ってありますので、そちらから飛んでもらえればなと思います。それではまた次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。哲学とでした。